興梠、キーパーかわしてフィニッシュ。シャビエルの折り返し、空いた宮澤。ズバッと入れた、うん、いい縦パスが入る。さあ仕掛けられます、ガブリエル・シャビエル。シャビエルはサイドチェンジ、綺麗なサイドチェンジ。ルーカスのこのタッチ、うん、切り返して切り返してカットイン、ルーカス・フェルナンデス・興梠、うん、まあ、札幌のね、あのいい攻撃の形ができましたよね。しっかりとね、興梠選手も抑えて、もう枠飛んでましたけど。高峰、ね、ダブルタッチを見せてくるっと回って、ルーカス・フェルナンデスだ。ルーカス・フェルナンデスのスルーパス抜け出した、ストライカー興梠、キーパーかわしてフィニッシュ。したたかな勝負師がやりました、興梠慎三先制札幌。これで興梠は J1 通算163点目。まあ、まずはこのボールを奪った瞬間、このルーカス、まあ、フェルナンデス選手のね、ここで相手に少しこう囲まれながらうまくね前を向けましたし、まあ、その前を向いた瞬間、顔上がった瞬間にやはりね、興梠選手が荒木選手のね背後をしっかりとね見抜いて、タイミングよくねスペースに走り出しましたから、まあ、最後はゴールキーパーをねうまくかわして落ち着いて決めましたよね。金子は左足で中に入れる。もう一度金子運ぶ、ルーカス・フェルナンデス。さあ得意な角度戻して金子、おお、うん、ここも興梠、下から行って塩谷のクロス、うん、ノッツだ。人数が関わると分厚い攻撃を仕掛けられますよね。そういうことですね、はい。さあここはまたも興梠から金子、そしてルーカス・フェルナンデスの柔らかいボール、興梠きた。今日はこの2人ホットライン、縦につけます、ワンタッチが続く。ここもスムーズな崩し、ルーカス・フェルナンデス、まっすぐのボール入れて、シャビエルの折り返し、空いた宮澤。これぞ札幌、 This is 札幌。最後は仕上げた、怪我から戻ってきた札幌のバンディエラ、宮澤。1対2札幌です。まあ、このルーカス選手 の、 このファーサイドのこうストレートのボールが見事でしたし、まあ、シャビエル選手がまあしっかりと中を見て、まあ、うまくね3人目でしっかりと宮澤選手入ってきましたよね。これもスペースがあります、うん、空いた、棚田だ、棚田、決定機、棚田、棚田あった、ナイスキーパー、すげえの。シャビエルキープ、福森、柔らかいボールが出た、エンジェルパスからの金子、うん、あのボールです。いいボール入りましたね。ここで試合終了の笛です。広島札幌1対2札幌です。マリノスにドロー、川崎に勝利、広島に勝利、文句なしの残留決定です。